はい、皆さんこんにちは。みよです。坂です。エディティブログです。本日はタイトルにもある通り、レナ社長が日本人、中国人、韓国人、それぞれ見分けられるのか、撮っていきたいと思います。すっごいうるさいんですけど、なんで？え？声張りすぎ？ちなみにこの企画はもう答え出せるよ。見分けられないです。できない。無理です。難しい。でもレナはちなみに日本に9年ぐらい住んでます。中国にも行ったことあります。韓国人の友達もいます。実際のところ日本人、韓国人、中国人をこう写真で見た時に見分けられるのか、見分けるとしたらどういうポイントで見分けてるのか、ここがね俺は興味がある。タカはちなみに、ヨーロッパの人を見分ける？あ、無理日本人である皆さん、ヨーロッパ行った時に見分けられますか？顔ではまず無理、はい、英語のイントネーションとかで分かる。中国、韓国、日本はできるの？日本人はできる。なんで？いや、なんかね、こう感覚的に全然違うんだよね。まあメイクが違ったり、ファッションが違ったり、髪型が違ったり。タカがよく日本人じゃないと言われる。僕、よく中国人と間違えられます。タカが選んだ時に悩んでないの？僕は Google で選んだだけ、偏見も入れずにパッと選んで用意したので。 OK、 では早速1枚目いきたいと思います。ちょっとね、テーマ分けました。まず1枚目、アイドルグループです。はい、 OK。 こちら皆さんもちなみに一緒に推測してみてください。一つのグループは日本、一つのグループは韓国、一つのグループは中国。そう、なんか、ね、トリックとかはないよね。みんな日本とかそういう感じ。そういうのはない、そういうのはない。これね、僕は分かる、パッと分かる。と、 OK、 じゃあ私は分かるところからいきます。うん、3番は日本です。なぜかというと、かわいい、こういうリボンが服装にあったり、はいはい、こう髪型が、あの前髪があったり、うん、AKB48 とか、はいはいはい、な雰囲気になってるから。まず3番正解かどうか言ってほしい。 OK、 正解。いや、でしょうね。こちらは正解。さすがにこれはレナ社長でも分かりますね。ねえ、まあ日本人の方でもこれ分かんない人いるかもね。1番と2番どっちが中国、どっちが韓国、ね、私の中で2番が韓国だと思います。なぜかというと、なんか韓国はどっちかというとなんかすごいクールなイメージがあるから、分かる。じゃあ1番がなんで中国？これ面白いよね。外国人のレナがどうアジア人を見てるかってさ。残ってる？うん。あ、消去よ。金髪の女の人はちょっとなんか中国人っぽい顔をしてるなーっていう感じはします。ちょっとなんかその服装とかでピュアな感じはする？ピュアな感じしますか？まあスカートすっごい短いで、なんかいい子だよみたいな、はいはいはい、感じ。では正解はブブー。皆さんどうでしたか、当たってましたか？で、なんでかっていうと、はい、韓国ってなんかスタイルいいじゃない、皆さんこう足を出す傾向にあると思うんだよね俺で。足が出てるから俺は1番が韓国ってすぐ分かる。でもユニフォームだから、うん、同じ服を着てるでしょ。うん、まあでも韓国も多分学校のユニフォームとかあるからね。なんかすごい中国のイメージ、まあ、中国もイメージあるかな、ね、確かに。まあこれちょっと1番と2番は難しいかもしれない。でも3番が日本ってのはさすがに分かったね。それは日本だよ。これは日本にしかないよ。アイドルグループは大きなカルチャーショックだよ、基本的に。海外の人から見ると可愛いアイドルグループ、もう珍しいよ。ザ・ジャパンのマーケットって感じだよね、アイドルで。うん、そうそう。じゃあ次はメイクです。 OK、はい、日本人、韓国人、中国人のメイクの仕方いきます。はい、こちら。はい、皆さんもどうですか？多分これが分かったかも。また間違える可能性普通にあるけど。1は日本です。なぜかというと、これはギャルです。なんか昔はなんかすごい茶色だったけど、今は、あのガングロね。そうそう、これが、日本のギャルメイクです。正解。いや、日本は分かるんだね、社長。日本は分かるよ。だから2番と3番がどっちが中国、どっちが韓国。2つ目は中国です。はい、なぜかというと、中国のメイクだからですか？分かんない、どうやって説明すればいいかな。なんかシンプルな感じはしますね。うん、クールな感じ。クールじゃないね。クールじゃないね。昔ながらのビューティーみたいな感じ。ああ、分かるかも。なんか無駄なさ、色とかを乗せずに、あ、そうそうそう、ザ・シンプルで顔の綺麗さだけで勝負するみたいな。そうそうそう。2番中国？2番中国。じゃあ3番が韓国？は、あの韓国メイクはどっちかというと、うん、そのなんかクリーミーのリップのなんかすごい色がこう、うん、あ、そうだな、ムワーってなってるみたいなイメージはするから。皆さんどうですか、レナと一緒ですか、回答合ってるとか。正解。やったー。2番中国、3番韓国。
それ私の理由で大丈夫そうですか？あ、なんかいいと思う。タカの俺もなんかそんな感じ、同じような理由。ちなみにさ、ドイツ、フランス、イギリス、はい、まあスイスとかでメイクの仕方って違うの、ヨーロッパって。へー、わかんない。まあレナがそこまでメイクしないか。そう。でも俺のイメージはフランスの人はちょっとなんかこうメイクがおしゃれな感じ、おしゃれでしっかりしてる感じ。そうかね。でイタリアはなんかよりシンプルで日焼けしてる、日焼けしてる、そうそうそう、うん、ですごいナチュラルメイクのイメージがある。はい。だから多分ヨーロッパの国々でも多分特徴あるだろうね。うん、あるかな。これヨーロッパバージョンを作っても面白いかもね。なんか何も分かんない。俺多分全然分かんないと思うけど。じゃあ今は正解したけど、はい、マグレの可能性あるじゃん。はい。もう一発メイクいきます。やだ。こちら、これね、有名人入ってるからみんな日本人は分かるかもしれない。いや、私も分かった。え？2つは日本。有名人だから分かっちゃった。はい。ちなみに2番は日本正解。はい。で、1番が中国だと思います。髪型とかも関係あるかなとは思いますけど、うん、すごいなんか昔ながらのビューティーみたいな感じのメイクになってて、ピアスとかもなんかちょっと中国っぽいなー。確かに。という感じ。あんまり俺ピアスとか見てなかったけど。そういう副作用で分かっちゃうんだね。でもなんかどっちかというと3つとも見てなんか似てるっちゃ似てるんですよね。まあ、ちなみに正解1番が中国、2番が日本、3番が韓国。3番が日本って言われても日本でもこういう人いると思うからなかなか難しいかもね。顔の形はちょっと韓国っぽくない？あー、確かにね。ちょっと鼻がシュッとしてて、そう、シュッとしてる。唇もなんかプルンとしてて、ね、韓国人っぽい顔かな。特には男性にはメイク難しいんじゃない？いや、男性はね、意外と女性のメイク見てるからわかるかもしれない。 OK。 はい、メイク部門終わり。次がファッション部門です。OK、ファッション。ファッション、これはわかると思うよ。さすがにファッション特徴的だからね。ね。いきますよ、次こちら。1番と2番とさ、皆さんどうですか、わかりますか。俺が思う一番特徴的な3つの国のファッションを持ってきた。だからこれでわかんなかったらもう無理。1、日本、2、中国、3、韓国。はい、正解。はい、おめでとうございます。さすがにみんな、ね、原宿ファッション。そうで、2位はこのなんかドレスの形は、まあ、中国と言われても、まあ、ベトナム、ね、で3がかっこいいビジュナ、うん、ビジネスカジュアル的なのが、うんうん、韓国。韓国ってあれだよね、ファッションとかもかっこいいよね。なんかかっこいい、なんかスポーティーでかっこいいって感じするよね。うん、これスポーティーじゃないよ。まあ、これ違う。厳しい社長ですよ。はい、じゃあ次ファッションです。これ皆さん楽しんでますか。はい、いきますよ。こちら男性ファッション。初めて男性が出てる。そう、男性ファッション持ってきました。はい、これも俺は分かりやすいだろうなと思ってまず持ってきた。うん、そう、分かりました。皆さんどうですか。今失敗したら恥ずかしい。1番、2番、3番。多分ね、日本はみんな分かると思うよ。はい、あの1番は中国、うん、2番は韓国、3番は日本。はい、正解。ボタンの仕方がこれが中国ファッション、うん、あ、ここね。2番はなんか韓国人の男性はまさにこういうイメージ、うんうん、なんかすっごい派手な綺麗めだよね。なんかいや、女性っぽいジュエリーとかも、うん、で、日本はこれかわいいよ、この日本いいよね、アウトドア系のさ、キャップかぶって。はい、まあかわいいっちゃかわいい。なんか男っぽいのがどっちもない、うん、でも一番はヨーロッパの人だったら、うん、短パンと T シャツ。ああ、確かにね。だからアジア系ってなんかこうすごいコーディネートするもんね。アメリカ人とかヨーロッパの人はコーディネートせずにこうシンプルに行くのは顔に自信があるからかな。シンプルに着こなすだけでスパッとかっこよくなるから。まだファッションいきますよ。え、そうなん。ちょっと難しくなってきますよ。 OK、 続いてこの3つ。なんか2番なめと中国って感じよ。あ、2番タカの写真選びがちょっと気持ち悪い。間違えてます私。間違ってはないよ。2番は中国。正解。3番は日本、1番が韓国。なんで3番日本、1番韓国。3番がこうブカブカのファッション、うん、日本人がどっちかというとなんか形にフィットするものじゃなくてブカブカのこう長いもの、うん、ここまでこうしまった感じとか、はいはい、あんまり肌は見せずに、うん、あとボディラインも見せないみたいなファッション。そうそう。で、色もすごい落ち着いた感じ、うん、だこれはザ・日本のファッション。確かにこれ日本のファッションって感じするよね、3番。で、1番がタカが先ほど燃えてたスポーティな、うん、かっこいい感じの。俺さっき答え言っちゃったじゃない。自分で言っちゃってた。感じはしますね、一番が。それ同じボタンだよ、さっきと。何を考えてる。俺アホなんかな。
2番は日本、3番が韓国。なんか無地のストレートラインのなんかシンプルのデザインが日本のファッションで、韓国はこれすっごいおかしいよね、この人すごい頭小さくて首が太って上がブキブキで足が細い、このモデルおかしいよ。まあね、これ顔隠したらよかったかもね。No、大丈夫、顔隠さなくても分かった。分かったよ。あれ意外とファッション簡単なんかな。外国人が日本人か韓国人か中国人か見てるときに一番分かりやすいのはファッションかな。そう、ファッションで見分ける。ってことは俺のファッションは中国人っぽいってこと。じゃあ今度からザ・日本の原宿ファッションで世界歩きましょうか。やだあ、じゃあラストある。え、まだファッションあるの？ラストファッション OK。 なんかもう出すの自信なくなってきたけどすごい簡単なんじゃないかって。簡単いきますよ皆さん、ラストファッション。はい、まあでもまた一緒だよね。1が日本、2は中国、3が韓国。正解でしょファッションは分かるってことが分かったね、うん、次が髪型です。オッケー、髪型来ました皆さん。なん か韓国人の髪型なんかイメージはある、うん、ある。ある。日本人の髪型はある。ちなみに俺の髪型は何人？韓国人。韓国人俺こちら皆さん分かりますか？分かんない。あ、全く分かんない。でも特徴あるよ。1番はだってさ、こうなんかマッシュっぽいじゃん。あ、あれが韓国によくある髪型。1番が2番、3番、どっちもなんか どの国にもありそうな髪型。まあ違いは あの前髪を上げてるか下げてるか。わかりませんかな。皆さんわかりますか？ちなみに1番は韓国かな。それ正解。あー、やよかった、はい、あとちょっとマッシュっぽい。はい、そう。じゃあ2番と3番。2が日本、3が中国。その心は？全く自信がない。正解。また。日本人ってあんまり前髪多分上げないと思うんだよ。俺はないけどこう日本人ってさ、こうパーマ当てて前髪こうサッと下ろして、ちょっとこうゆるふわ系な感じのイメージしない？いや、ない。あんまない？ない。そんなイメージない。あ、なんか韓国人の髪型がなんか特徴的なイメージはあるよ、うん、まあなんか日本人はなんかこういう髪型をするというのはあんまないな。じゃあレナからしたら韓国人の髪型はわかるけど、日本人と中国人は髪型だけだと難しいかもしれない。はい。じゃあ続いて女性の髪型いきます。こちら女性の髪型、まず分かるところからでいいよ。多分分かる。1、中国、2、日本、うん、3、韓国かな。あ、迷い始めましたよ。迷い始めました。顔はあんま見なくていいよ。あ、そう。はい、私は、うん、そのままで理由を教えます。1が、あ、なんかすごいドシンプル。2が、は前髪がある。そのふわっとした感じはなんか日本人がよくやるような髪型だと思う、うん、3ですごい悩んでたのが、うん、ピュアでシンプルでなんかあんまり韓国っぽくないから3番、うん、かれたらなんか2も3も日本の髪型みたいな感じはします。でも1番は中国と、はい、まず1番正解。オッケー。中国です。2番が日本、3番が韓国の。2番と3が、3番が日本。でもさっき言ってたけどさ、前髪があると日本人っぽいってこと？うん、これは俺はあんま思わなかったわ。ちなみに2番、はい、日本でございます。3番確かに韓国っぽくないっていうか日本っぽいっていうのも分かる。だから中国、日本、日本だよ。でもいい。でもいい。よかった。髪型から判断するのは、だから基本的にはこう全部を見るんでしょ。まあメイク、髪型、ファッションで、歩き方とかも。その歩き方違う？日本人こう歩いてる。日本人こう歩いてる。日本人礼儀正しくこう歩いてるか。ドイツ人こう歩いてるしね。じゃあここまでが髪型。ラスト、有名人持ってきました。あー、オッケー。だ、有名人だからメイクもしてるし髪型も特徴あるし、有名人の女性、こちら。3番は日本。3番わかる？わかる、知ってる。正解。綾瀬はるかさん。でも日本人っぽい、中国人っぽい、韓国人っぽい。3番知らなければわかるのかな、うん、じゃあ1番と2番はどっちかが韓国人、どっちかが中国人。ジョーカーが欲しい。ジョーカー？何ヒント？目じゃない？目と髪型？多分今見てくれてる人は分かると思うよ。全く分かりません。1が中国、2が韓国。正解。じゃあこれは難しかった。はい。じゃあ続いて男性有名人、こちら皆さん分かりますよね。1番分かります。それは分かるんだ。国民的スター、アイドル。1番キムタクです。じゃあ2番と3番は？2番が韓国、3番が中国、うん、なんか3番の髪型となんかこう目の
ところがなんかすごい中国人っぽい。じゃあ2番がなんで韓国人っぽい？髪型がこう韓国人っぽい髪型。正解。やった。2番ペヨンジュンさん、3番はちょっと俺分かんないけど中国人の俳優の方。うーん、1番2番3番これ正解したね。これもでも1番は全然なんか日本人っぽい髪型ではない。でもなんか七三でこう分け64ぐらい分けて日本人っぽいと思うけどね俺は。はい、続いて女性有名人、またいきます。オッケー。こちら女性有名人、これ俺ねまあまあ特徴的だと思うんだよね。あれ分かんない。皆さん日本人の有名人は絶対分かると思うけど、韓国と中国のがどっちか悩んでおりますね悩んでるだけじゃなくてもうどっちがどっちかもう全く分かんない。あ、むずい。だから日本人そんなむずいさえ分かんない。みんな綺麗だからそうこう寄ってっちゃうのかな綺麗な人は。難しいかもしれないよ。同じ方向にそうアベレージの人を出し、うん、出してた方が。街中の韓国人とか中国人とか日本人をパシパシパシって写真撮って。そう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 、1日本、うん、2中国、うん、3韓国。でも3番の人がどっちかというとなんかフィリピン人とかに見える、うん、なんかあんまり東南アジア系。なんか東南アジア系。それメイクの影響もあるかもね。ちなみに1番日本人正解、広末涼子さん有名なんだけどな。聞いたことない。2番は韓国です。3番中国。なるほどってしか言えないよ。最後です。これが分かったらまあすごい。ラストクエスチョン、こちらこちらです。どうですか？ジャッキーちゃんわからないわけないでしょ。ジャッキーチェン？1、日本、2、中国、3、韓国。ジャッキーチェンはわかる。2番。いやそれはわかるでしょ。1番と3番が日本か韓国の勝負じゃん。そうすると、うん、んどっちが韓国でどっちが日本かわかる。3番の人がすっごい韓国人っぽい。それはどこから？髪型もそうだし、うん、なんか顔の作りで、1番がまあ日本人のおじさんって感じはしますでも大俳優だからね正解、1日本、2ジャッキーチェン、3韓国2は中国人じゃなくてジャッキーチェンだからこれ今いろんなジャンルで、まあ、ファッション、髪型、メイク、うんうん、有名人、中国人と韓国人と日本人、いろいろ見てきましたけど、はい、はい、まあ日本人が大体わかる。まあ9年住んでますからね韓国と中国はちょっとごめんなさい、わかりません。あ、やっぱわかんないんだ。でもさっきさ、この中でファッションだとよくわかったよね。だファッションがやっぱ一番わかりやすいのかもね。僕ら日本人からすると、顔が一番わかるんだけどね。みんな同じ顔してますよ。ヨーロッパ人みんな一緒の顔してますよ。俺今思ったけどさ、はい、英語は違うね。中国なまりの英語と、韓国なまりの英語と、日本なまりの英語。枯れる時もあるし、枯れない時もあるぞそう、それ。ちなみにタカは、うん、ヨーロッパの人見分けられないけど、うん、むずぎ。皆様どうですか？見分けられる自信がありますか？あとコメントで教えてほしいのはさ、はい、ヨーロッパ人を見分けるときここ見てますとかってさ あればさ、ね、あとは日本人、韓国人、中国人の違いはここ見ればわかりますよって。そう、私たちはコメントであれば教えてほしいですねはい、教えてください。ぜひ。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。